This is the business we've chosen. I didn't ask. Well, you just won't look like a guy. So calling you to someone's face. I want a kick. How the fuck you fuck like you? It's alright, I'm gonna fall. ストリートパンクフロムファーイーストを1月に出して、で出した頃にはもうそのストリートパンクってくくりでいろんなことやっていこうっていうんで、うん、でその主催でスプリット今度またやろうかって、もうその時
発売の頃にはそんな話してたんでぐらいかな。それぐらいのタイミングでしたね。まあストリートパンクっていうそのコンセプトだから、うん、日本のストリートパンクっていうコンセプトで前回のコンピレーション出したから、うん、まあそれの第2弾みたいな、ね、ストリートパンクシリーズ第2弾、うん、ストリートパンクって言うんです。そうです。これ引っ提げてツアーに行きましょう、うん、ということですか。そうですね、はい、うん、そういうことです。まあ簡単に言ったらUK パンクに影響を受けたバンドと US パンクに影響を受けたバンド、分かりやすく言ったらそういうことですね、うん、もうそもそも大前提のそのバックボーンの音楽がこっちはイギリスのパンクロックで僕らアメリカのパンクロックだったから、そのくくりで言ったらサウンド的には結構違うし、ね、実際、うんうん、まあ全然違うっちゃ全然違うよな。そうですね、うん、あどっちとも多いストリートパンクっていうそのカテゴリーの中でずっと音楽をプレイしてるから、うん、日本のストリートパンクって何やねんって言われたらその2バンドができるなっていうのが、うん、あるかなって感じで感じますけど、サウンド的なところで言ったらもっとちゃんと砕いてた方がいいんだね、うん、まあそれは聞いてもらったら分かるからな。そうか、うん、まあ、そうそう、うんうん、って思うけどね、うんうん、そうやね、まず聴いてもらうためのきっかけでこの映像もあると思うから、その日本のストリートパンクっていうワードがやっぱり曖昧やったというか、だからそこをしっかりジャンル付けというか、うん、音楽として、うん、やりたいなっていうとこからこう始まった話やから、うんうん、今回で結構がっつり打ち出せたんじゃないでしょうかと、思いますけどな、うん、はい、もうツアーにね、あーそうですか、来ていただくのがもう一番だと思うので、ね、もうぜひとも、まあ俺ら結局ライブしかないからね。そうですね、うん、やっぱライブやから、ちょっと会場に来て、まあ、もちろん CD を買って、ね、歌詞カード見て、うん、聞いて触ってはいはい、はい、あれそれぞれの曲を今回カバーしてるんです。あ、ほんまや、そうや、ほんまや、ほんまや、ほんまや、それってなかなか普段できへんから俺らがアンガーフレーズの曲をお互いをね、そうお互いの曲をね、初めてのもちろんことやし、アンガーがうちの曲やってくれてるのも初めてのことやし、でお互いなんかそのどんな風に曲いらんやろうとかそういうとこを踏まえて結構スリリングなレコーディングにできたから、うん、お互いの曲をどういう風にやるのかも聴いてもらえたらって楽しみにしてもらえたら。そうやね、原曲も、そうやね、原曲ももちろん改めて比べて楽しみにしてる、うん、じゃあ最後タックスに締めてもらおうかな。まあストリートパンクっていう、ね、ジャンル、まあ、ちょっと興味ある人とかちょっと聴いてみたいっていう人はCD を聴いてぜひライブに遊びに来てください。よろしくね。いやいや。